奪って すぐに攻撃に仕掛けていく、さあ裏を狙っていく広山、キーパーと1対1、小森と1対1、決めるか、決まった、ベルギー先制、ガッツポーズの広山、今シーズン3ゴール目です。素晴らしいゴールでした。いい抜け出し方しましたね、はい、まあ、それをうまく使った風紀ですかね。あ、ディエゴですね。ディエゴです、はい、ゼルイズから、まあ、ボールを奪ってすぐにディエゴに叩いて、ディエゴが早いタイミングで左足、そうですね、ふわりと浮かしたボールでした。奪った後早かったですよね。やっぱどうしてもね、あの仙台のディフェンス陣復帰に引っ張られるんですよね、はい、その分ねうまくね広山がねいい抜け方し、いい抜け方しましたよ ね広山はその復帰にどうしても、ね、そのディフェンスのして味の素スタジアムホームゲームを戦っている東京ヴェルディ1969、前半1対0でリードした、その1点を守ってここまではリードしている復帰が仕掛けていってゴール前、力があります。そして広山がシュートを決めた、広山こぼれたボール、今日2得点、1試合2得点、大活躍。いやいやこれは大きい、ラモス監督の祝福、一瞬逃げるようなおどけるような表情です。これはこれは大きい大きい大きい2点目、今シーズン初先発の小針清水、クルス・ベルディ、ベルディ育ちなんですが、ここは2点現状という形になりました。うん、この突っ込んでいく復帰のドリブルをね分かってたかのように後ろからサポートいきましたよね、はい、うん、前節こういったシーンありましたけど浮かしてそのリンコンをイトバルスキー監督後半使ってくるんでしょうか。ここはもう一度復帰から右サイド、うん、いいトラップだ、後ろが上がってくる、中にはアットクロスボールがもう一度決まった、ワウンドするボールですけども、しっかりとボールを見てね、前ですね、その前にもボールを奪ってというふうなことをしてましたが、はい、 その復帰にボールが当たっています。ドリブルで上がっていく、そして広山、広山どうだ、広山決まった、先制点東京ヴェルディ。広山体切れてますよね、今のかわし方なんか見てましたよ。これがヴェルディの攻撃力です、はい、ほんの一瞬ですよね、はい、もう復帰ボール取ってスルーパス1本、うん、で逆サイド平山かわす、あーもう塩川が体を入れる、もうその余裕がありませんでした。今のまた放り込む、ヘリングシュート、飛ばそのまま入り込んだ、ゴールです。広山ですかね、そのままほんま制限ずに、そのままゴールの中にボールごと入り込む形になりました。ベルディが残り10分を使うところで、広山のボールでついに勝ち越し、この佐藤一介のキック、ヘディングシュート、広山がワンバウンドのボール、そうなんですね、ワンバウンドがね幸いしました。シューバーがいます、ディエゴ、さあ復帰を入れ替わりました、石田がついています、5番青葉抜いた、復帰中へ、広山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 、ジムさん、やはりディエゴ復帰絡みましたね。そうですね、はい、あのただ今のは、うん、ディエゴあのカウンターからそのディエゴのパス、はい、そして復帰でここで青葉ですかね、うん、はい、あのやはりここでミスをしてしまったらやはり点は取られてしまいますよね、はい、ミスがないという、ミスをしないというところから組み立っていかないとしょうがないので、そしてシューバーどこへ出す、ディエゴから復帰、そしてディエゴもう一回復帰、ディエゴ、広山がボールを持った、かわしたシュート、完璧ですね。前半44分、いやー今のは素晴らしい形ですね、ディエゴ復帰、ディエゴ、はい、広山ときました、先制点はヴェルディ、前半44分、もう完全にディフェンダー陣が翻弄されました、はい、シューバからヒールでディエゴ、クッキー、ディエゴとつながって、今度は広山にボールを振って、さらにかわしてシュート、時間帯としてもね、非常にいい時間帯に取れましたね、最高の時間帯、ディエゴは引きつけてやっぱり広山を使う、
前に抜ける広山、広山、ディエゴ、追加点は東京ベルギー。いや、やはり広山ですよね。いや本当でした。ディエゴのゴール、今シーズン4点目。今もワンタイミングずらして絶妙なクラスですよね。はい、いやでも本当にこの選手はいい選手です。まあ、ディエゴもよく走りましたよね、はい、自分で出したボールですからね。そうですね。服部、もう一度ディエゴへ、福西が落として広山、裏のスペースへ、ディエゴ粘る、シュートだ、先制ベルディ。これで東京ベルディが先制しました。変わった広山からですよね。これね、難しいボールだと思うんですけど、よくトラップでねコースに持っていきましたよね。お腹に当てて運んだような感じでしたね。今みたいにこう少しパスが合わなかったらね、はい、もう一回やり直して、サイド変える。そうですね、桜田がサイドチェンジ。ここは時間かけたくないんですよね今度は、はい、佐田壮太郎勝負に出る、低いクロスになった、飛び込んだ広山、左隅に流しました。ちょっと時間かかったかなと思ったんですけど、そうですね、なんでサイドを変えるかっていうのは、サイドを変えることによって相手の守備陣形っていうのはボールサイド逆サイド変えなきゃいけないんですよ、はい、この辺りはもう経験豊富、うん、多田壮太郎が仕掛けて広山、こういうところなんですよね、やっぱりこういう形で福岡としてもやられちゃいけないですよね。ディフェンスが田中誠がつききれませんでした。まあ、ライン上でも追い込んでましたからね、はい、全くスピーディーに運ばれたという感じですよね。そして後半の4分ですが、ここでね、ここでかわされたんですよね、それで裏に、で、こう言ってるんですけど、カバーがないと言ってるんですけど、もうボールウォッチャーですかね、みんな。そうですね、ボールの方に、はい、ボールでかわされて、全部行って、はい、寄ってますね。で、裏もう完全にフリーですもんね、はい、ディフェンス陣に前がかりにプレッシャーかけられて苦しくなってきてますね。オフサイドはない、平山シュート決まりました、2点目。いい飛び出しでしたね、平山選手。オフサイドギリギリのところから飛び出して、今最後はファジアーノのディフェンダー2人をかわして落ち着いて流し込みました。今シーズン2点目のゴール、そのプレーです。ここで一瞬もう一人別の選手がオフサイドポジションにいたので、少しファジアーノも足が止まった形になりました。平山が落ち着いて左足流し込み